株式会社山形屋は、鹿児島県鹿児島市に本社を置く日本の百貨店。南九州地域で5店舗を展開している。山形屋の創業は1751年。百貨店家は、明治時代中頃、近代的なデパート建築となったのは、大正時代初期と古く、地方百貨店の先駆け的存在であり、神戸伊勢における百貨店第1号である。商業面積は、 約3万3000平方メートル、年間売上高は約500億円にも上り、地方百貨店としてはトップクラスの収益力を誇っている。百貨店の共同仕入れ機構である ADO に加盟している。以前、1号館1階には山形やバスセンターを併設していたが、現在は閉鎖。鹿児島市内及び薩摩半島中南部を中心とした広域エリアから、 集客に貢献していた。山形屋グループ百貨店は、上記の通り、それぞれ独立した企業として運営されている。したがって、厳密には、山形屋とは株式会社山形屋が運営する、鹿児島市の基幹店のみを指す。かつては、島津市の勢力圏そのままに、熊本県人吉市や沖縄県那覇市にもグループ、百貨店が存在した。現在、山形屋グループは、 南九州地域において、上記のグループ百貨店をはじめ、スーパー部門市会社の山形屋、ストア、山形屋ショッピングプラザなどの企業を展開している。山形屋の北海道物産店。売上高は、全国トップである焼きそば電車通りに面した1号館は1999年に、昭和初期のルネサンス調の外観に復元され、夜間には美しく、ライトアップされる。 建物内部も曲線を持つ柱や梁などが復元されており、1号館1階は高い天井とシャンデリア、柱には大理石の化粧割が施されている。今では珍しくなった大食堂が健在である。山形や子会社のベルグが1943年7月に運営を開始し、1972年から現在の7階で営業している。他の百貨店では、 複数の専門店から構成されるレストラン街に移行したところが多いが、山形屋では大食堂が盛況を維持し、視察に来た他店の関係者が驚くという、名物は1958年から出している、焼きそばで揚げ麺に野菜たっぷりのあんかけをかけたものである。安価に設定されているものの、年間13万食が提供され、このメニューだけで大食堂の売り上げの半分を占める。 屋上には遊園地の山形屋ファミリーランドが2015年1月8日まで存在した。また、無料休着や個別空調を管理した休憩室も設けられている。山形屋の北海道の物産と観光店は1964年12月1日に第1回展が開かれ、2013年で50回目を迎える鹿児島の秋の風物詩である。 2012年の売上高は8億9700万円で、北海道が主催する物産展としては13年連続で日本一を記録している。山形屋の北海道物産展では、同社のバイヤーが直接北海道入りし、仕入れ交渉や商品開発の運営まで担う特徴がある。商品の例としては、鹿児島向けに甘い醤油が使用されたいくら醤油漬けや、 マサキツケが開発されている。2013年の第50回展では記念式典が開催され、高橋晴美北海道知事から山形屋に感謝状が送られた。この第50回展では通常は商業施設の採事などは取り上げることがない NHK も全国放送で生中継を実施した。担当したのは当時 NHK 鹿児島放送局に勤務していた。 山形県出身の大石正宏アナウンサーだった。店内放送のチャイムとして、アルプスの牧場が使用されている。創業は1751年。創業者は、大見商人の地を受け継ぐ、現在の山形県庄内地方の北前船商人で、薩摩藩主の許可を得て開業した鹿児島城下唯一の五福省が、現在の山形屋の前身と言われる。大正時代には、 1912年に山形屋に先んじて明治屋五福店というデパート風の商店が近くに開業した。ルネサンス風の3階建ての壮観な建物を持ち、店員150人、年間売上200万円に上るなど、鹿児島随一の店舗とされていた。しかしこの頃、鹿児島市電の建設計画が進んでいた。その路線計画は、現行の電車通りより、海側の 当時の繁華街であった工場場を通るものであった。広場場周辺の商店主は、電車を通すために必要な道路拡幅で、店舗用地を削られることを嫌って反対し、計画は難航していた。そこで、当時の山形屋の当主であった岩本新平は早速電車会社に対して、用地提供を申し出て、そのために必要な店舗建物の撤去費用も、自分で負担するとした。 電車会社としても工場場周辺の商店主としても、これに異論はなく、こうして現在の電車通りに路面電車が通ることになった。折から山形屋は本格的な百貨店へと新築工事を進めているところであったが、本来の計画では西側に正面を向けることになっていた。しかし東側の通りが電車通りとなったことから設計が変更され、 電車通りに正面を向けて華やかなショーウィンドウを備えた建物となった。路面電車の運行によって人の流れが変わり、従来の繁華街工場場から山形屋のある近世町周辺がメインストリートへと変貌した。この流れにこうすることができず、明治屋も1931年に電車通り沿いの高堅馬場に移転することになったが、結局、 第二次世界大戦時の鹿児島大空襲により消失してそのまま閉店した。また、1927年の昭和金融教工事には、破格売り出しを行ったほか、他の商店等において支払いが遅延する中、かき集めた売上金を鹿児島から大阪まで列車輸送し、問屋に通常決済を行ったことなどにより、鹿児島県内の顧客のみならず全国の問屋から、 信用を勝ち取った。こうしたことから、地域における商品力、ブランド力は昔から格段に強く、鹿児島市の中心繁華街である天文館地区においてガリバー的存在として君臨している。そのため、鹿児島市の証券規模を考えれば共存できる、はずの丸屋デパートや高島屋デパートといった競合店は苦戦を強いられ、最終的には、 百貨店運営から撤退ことになった。山形屋は長年にわたりふるさとのデパートとして認められてきた。地元には山形屋を脅かす競合店が存在せず、また北部九州地域との交流も限定的であったため、文字通り一人勝ちの状況が続いてきた。しかし、新幹線や高速道路などの高速交通網の整備や 大規模小売店ポリッジ法の施行に伴う郊外、大型商業施設の増加などの影響もあり、近年、売上高は減少傾向にある。こうした状況の中、山形屋も業績を拡大するべく、2004年の九州新幹線の部分開業以前には、JR 九州山形屋として、鹿児島中央駅ビルへの出店を計画していたが、経済情勢等から断念した。その後は、 鹿児島中央駅ビルアメプラザ鹿児島のオープンや、イオン、鹿児島ショッピングセンターなど郊外、大型商業施設の相次ぐオープンに対抗するため、ウィーラブ天文環境議会への参画や各種イベントの開催などにより、天文館地区における協力調和と地域活性化を図る姿勢を明確にしている。二千七年八月、都市環境層や郊外大型商業施設への対抗策として、 増殖計画の概要が発表された。その後、2008年のリーマンショック以降の消費不況の長期化から、計画は無期限延期となっているが、事務所やエネルギー設備が入る、新3号館は2009年11月に完成し、新以下、当初計画の概要を記す。2006年6月、国部山形屋を、霧島、国部山形屋として、新築移転した。 同店は、鹿児島県内初出店のテナント誘致に成功し、また、鹿児島県内百貨店として、初めて電子マネーエリカードの利用が可能となった。また、2006年9月には、宮崎山形屋が、イオン宮崎ショッピングセンターへの対抗策として、新館を増床し、2007年3月末に、全館リニューアルを完了した。 2007年3月から8月の間、通信販売で自撮りと表示した商品を260人に販売したが、自撮りではなくブロイラーを使用していたことが判明した。原因は担当者の入力ミスとされた。同年10月25日、宮崎県の東国原秀夫知事は、この時期に単純なミスだったという説明で済むのか、と疑問を呈した上で、今後、 このようなことがないようにしてほしいと述べた。なお、商品には、東国原知事をデフォルメしたキャラクターのイラストが、使用されており、このイラストの扱いについても検討すると述べた。山形屋のギフトショップ閉鎖後の山形屋バスセンター、入り口部分閉鎖後の山形屋バスセンター、旧窓口1954年7月から2015年8月31日まで、1号館1階に、 設けられていた鹿児島交通、三州自動車の21路線が乗り入れするバスターミナルで開設された当初は屋根がなかったものの、1963年の1号館の増改築で屋根付きで3本のホームを有するターミナルとなった。計算上は最大9台のバスが入線できる広さであるが、ターミナルの構造上、スーパーハイデッカーなど車高の高いバスは入線できなかった。 なお、岩崎グループが運行に関わっていた、九州並びに、本州方面の都市間バスは、当初より、東バスセンターには乗り入れていない、鹿児島本港高速センターミナル、または、天文館より発着。閉鎖翌日の2015年9月1日からは、山形やバスセンターに代わり、既存の近世町バス停での運行を開始。 岩崎グループバスチケットセンター山形山戸口1番乗り場は市内線、薩摩半島方面の路線の始発便2番乗り場は道路線の終着便3番乗り場は国道10号大隅半島方面の路線が使用1番線乗り場の向かいに東バスセンターの案内放送ができる案内所があり地下及び1階の売り場と連絡していた閉鎖までの間以下の路線が 始発便として運行されていた。それ以外は、近世町バス停を利用。閉鎖後も、連絡通路のみ引き続き使用できたが、2016年5月以降は、耐震補強工事に伴い使用できなくなっている。2016年10月14日に、売り場として増床し、リニューアルオープンしている。ありがとうございます。